がスタートしております。緊張しますね。まあね、1次予選安定した走りでしたので、2次予選も、ね、デクロス光っております。特に変えたところはございません。もう完走第一で行こうと思ってます。ということで、残念ながらですね、二次予選突破ならずということでしたけども、動画何本かに分けて上げさせていただきましたけども、非常に楽しい一日でした。また次回もね、ぜひとも開催してほしいと個人的にはすんごく思っております。今回ですね、一日を通してバッドヘッズ ×COB グランプリ2018、特に感じたことはですね、まあ運営の方々非常にコミュニケーション取れてて、それに集まってくるレーサーたくさんいましたよ。もう700人超えって言ってましたからね。そんなレーサーがこう一つになってのあの空間盛り上げっていうところでね、非常にこう公式大会とか他のね草レースとかにはない感じの、まあ、独特の雰囲気の中レースをするという非常に有意義な時間でした。爆音の中マシンを走らすミニ四駆が走ってくるなんてことは普通ないですからね。あんなこうレーザー光線バリバリの照明を担当していただく人がついて、バチ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 みたいなことがね、普通ないんでね、いい大会でしたね。この動画を見て、バック部気になった方はぜひ次回エントリーしていただければと思います。いやー本当に楽しかったな。本当に楽しかった。いや本当に、いやいや本当に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 皆さんが思っている以上に行った人本当に面白かったと思う。俺も楽しかったし、本当にありがとうございます。本当、遅くまでありがとうございました。気をつけて帰ってください。ありがとうございます。はい。